皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も、こちら東方幻想クリッカーで遊んでいきます。さあ今回はですね、転生1200回で、ステージ1200までタイムアタックですね、チャレンジしてみたいと思います。トマタ役さん用でございますこちらの動画ですね。さあでは行きましょう。扉が開いてからこちらに横に置いてある、なんですか、ストップウォッチですか。さあ行きます。お、B ランク、すごい。ちょっと待ってくださいね。最初忙しいので。まず仲間の、仲間じゃなくて、無双封印のレベルを上げまして、で、すぐに私タップしますので、あとゆかりちゃんですかね。レベル上げておいて、ボス戦ですぐ倒せるように。前回が確かですよね、500回転生の、どちらが早いか勝負でしたけど、ゆかりちゃんを一人9999%と、こちらの無双封印タップのみですね。で、結果は無双封印の方が圧倒的に早かったんですけど、まあ、今回は全部ですね、何でもありで使える状態にして、とにかく早く1200回まで到達すると。トマタエフさんのお時間がどれぐらいだったかですよね。ちょっと私記憶してないんですけど、まあ、動画見させていただいたら多分ちゃんと100回ごとのタイムですね、載せてくださってますから、動画にテキストでですね、こちら見たらわかるんですけど、こちらもですね、動画の、説明欄にトマタエフさんと赤月さんですね、お載せしていますので、よかったら動画もご覧くださいませ。さあ500回までが確か2300万ぐらいあればボス一撃なんですね、ゆかりちゃんで。で、無双封印もレベル上げてマスタースパークを使えば確か一撃でいけるんですけど、発動までに少し時間かかっちゃうから2秒ぐらいですかね。まあ、そこまで最速を今回目指しているわけではないですけど、ですから500回までが大体7分ぐらいだったと思いますので、あとちゃんとレベルアップを忘れずにしていかないと。ザ・ワールド、無双封印が100から、タップしてると下のあれですよね、項目動かせないから。あれ、無双封印 100からですよね。あ、できますよね。ゴールドも使っておいた方がいいですかね。コインとかちょっと増加量もまだお見せしてないので、これからお見せいたします。なんか開いちゃった。少し1秒ぐらい損しちゃいましたね。レイマーしてるとなんか変なとこ押しちゃったりしますからね。あとこの下の項目切り替えるだけで、あれですよね、何でしたっけ、あ、そう、報告が出てくることがありますので、それをちゃんとすぐに消さないとですね。さあマスタースパークじゃなくて無双封印ですね。レベル上げて、まだこの辺は大丈夫ですね。緩ければ何でしたっけ、ミスズキさんじゃない、呼び方が違うんですよね。メイケンさんじゃなくてレイケルさんじゃなくて、ん？何でしたっけ？あれ、この前まで覚えてたのに、いつも私がミスズちゃんって言うから読み方違いますよって教えていただいてるんですけど、その名前をちょっと今、ど忘れちゃった。さあ、今3分47秒経過ですね。これを普通に動画でお撮りしてるだけでもかなりお時間かかると思うんですけど、危ない。ツイッターさんマーク押しちゃう。メイリーみたいなんですね、多分。そうです。きっとそうです。絶対そうですね。思い出しました。ではでは、今カードは、タップする箇所がない。左側で、コイン増加量 11,675%。コンプリートは145枚中142枚ですね。あともうちょっと3枚。S ランクがあれなんですよね。あとお二人。マリサちゃん、レイムちゃんコンビと、
あとお一人多分 A ランクですかね、多分持ってないとしたら、まあ、こちらも全部揃いましたら動画でお出ししたいです。さあ、この前ライブで、私が申し上げたですね、名前面白いゴニョゴニョとエタニティダルバシア、すごいお名前ですね。どんなお名前ですかね。由来は何か知りたいですけど、まあ今のメイリンちゃんみたいなですよね。読み方が難しいから、皆さん投稿者のキャラクター普通にお読みできる方も多いんですけど、まあ、別の方からも動画でコメントでいただきましたからね、読み方、まあ、そちらもちょっと勉強しないと。また新しいゲームも出るみたいですね。今日のライブでも、おっしゃってましたけど、確か東方ロストワードさんですかね、が今事前予約中みたいで、私は東方さんで検索したけど出てこなかったので、またこの後事前予約ですね、探して、したいと思います。東方さんも今この東方幻想クリッカーさんにものすごく私ハマってますけど、他は恋格闘さんですかね、シューティングと、あとキャノンボールさんですね。キャノンボールさん面白いんですよね。ただフレンドマッチはあれですよね、皆さんがお強すぎてサイコロの数がバランスが悪いですけど、相手10個サイコロ振って合計のマス目と、ナロド君4個振って合計のマス目で勝負して、まあまず勝てないですからね。まあ、ゲーム内容としては桃太郎電池さんのゲーム性なので、私も久しぶりにお忘れしたから面白かったですね。桃太郎電池さんといえば、だいたい兄弟で、ナロコの兄弟いるんですけど、お遊びしてても10年か20年ぐらいですかね。長くても。確か99年とかできますよね。ものすごくお時間かかるみたいですけど、年数が長いと。でカードを使って大逆転とか、キングボンビーちゃんとか。おっと、あ、マスタースパーク使わないと、あ、ちょっとまだ危ない、あ、終わっちゃった。マスタースパークは2分に1回回復しますからね、どのタイミングで使うかですよね。逆算して使った方がいいですよね。1200回では使いたいですから。さあ、もう仲間の方レベル上げないと、ちょっと重たい。まあ、ゆかりちゃんあげますか。まあ、タップも2本指とかでも十分倒せますので、すぐに。今は7分43秒ですね。警戒いたしました。ソマタイフさんに追いつきたいですね。多分今、転生もうすぐ2000回ぐらい行かれるんじゃないですかね。ナロドが今1200回ですから、ジャストですね。無双封印もその分プラスされてますけど、そうですよね、威力プラス 1200% と。でこちらは1000ステージからですね、 S ランクのキャラクターがボスとして出てきますので、そちらから倒して、確率で、まあ多分低い確率だと思うんですけど、カードとしてゲットできると。さあ、もうすぐで半分、600ステージ。ちょっとマスタースパーク使ってみますか。ターって言っちゃった。倒しちゃった。マスタースパーク使う前に倒しちゃった。次の方に移行されてる。あー、やっぱ2分ですね、回復。さあ、これも使ってみますか。一回使っちゃうとあれですけどね、回復までがあれですけど。いやー、かっこいいですね。1500万ダメージ与えてますね。さあ、ちゃんとコインもいただいてと。やっぱり1200ステージで全部使い切った方がいいですかね。おお、ゆかりちゃんお強い。もう2億ダメージ。そう、私もランキング40位まで行きましたからね。今何位ですかね。ちょっと開きたいですね。タップできない、読み込み中ですけど、
41位、また1位落ちてる。3507ステージも来ましたけど、いやでもしょうがないですね。先制を頑張らないと。上位を私今回も頑張って狙いたいので。さあこちらの方々100位まで。お、 B ランクいいですね。さあ、あと2秒でちょうど今10分経過いたしました。動画撮影時間も10分ですからね。いやーこれは長くなりますね。ご覧いただいている方ももうそろそろあれですよね。動画どれぐらい見続けられますか。まあ動画出されている方の内容にもよるとは思いますけど、もうなるほどくんの動画多分何分が一番いいですかね。もうなるほどさん動画長ければ長いほどいいですよってですね、もう皆さんおっしゃってくださるんでしたら、もうそのまま1時間コースですけど、さすがにそれはないでしょうから、やっぱ短い方が見やすいんですかね。2分3分とかの動画の方がやっぱりお時間ない時でもすぐに見れるとすれば、大体それぐらいの時間じゃないかなと思ってるんですけど、なるほどくん調べですけど、願望です、ただの。でも面白い方が動画出されてると、なんか10分とかでも普通に見れますし、むしろもうちょっと長い方が嬉しいなと。30分とか今時間たくさんあるから、1時間ぐらいの動画見続けたいっていう方はですね、いらっしゃるんですが、そういう動画もいいですよね。私は東方原則一家さんも、トマタイプさんの動画私見させていただいた、普通になんか冒頭ですね、この戦ってる戦闘シーン見れますからね。いや不思議ですよね。やっぱ私が小さい頃もうファミコン世代とか スーパーファミコン世代だったんですけど、お友達の家に遊びに行って、お友達がゲームをしてるのをずっと見るってですね、遊びに行ってゲームを見に行くみたいなですね、してましたからね。なかなかソフトとかたくさん買ってもらえなかったので、友達が持ってるゲームは友達の家で一緒に遊んだり見たりとかするんですけど、まあ、アクションゲームとかでしたら、まあ、見ててもあれですよね。普通の方でも楽しめると思うんですけど、もう、なるほどくんの場合ですからね、ファイナルファンタジーさんとかですね、もう普通にロールプレイングすらね、あれなんですよね、お友達の遊んでるのを見てましたからね。確かですね、ファイナルファンタジー4さんとかですかね、ずーっとですね、詰められるのを毎日毎日遊びに行って見るんですよ。たまにですね、見に行けなかったですね、その次行った時ですね、ここどこっていうとこが始まるんですよね、場所が。どこまで進んだのと、ストーリーも見てないからもうわかんないみたいな、それでも見てて楽しいですからね。で、最終的に、何年か経ってからですね、中古でソフトを購入することができて、一から最初から遊ぶとですね、わ、懐かしいと。あ、ここ見たことあるみたいですね。ロールプレイングなのにもう見たことあるという謎な現象ですけど。遊んでましたよね。もうなるほど30代ですけど、30代になってもまだ全然ゲームでずっと遊びできると。昔は多分あれですよね、女性の方もあまりゲームされてなかったですし、それこそあれですよね、お父様お母様世代の方もうなんかゲーム何するみたいな感じで遊んでる方は少なかったと思うんですけど、もう今はスマホとかでネットオンラインとかでも一緒にお遊びできますし、どなたでもゲームされてますよね。もうもしかしたらおじいちゃんおばあちゃんも遊ばれてるんじゃないですかね、ゲームで。なんかゲートボールのイメージがありますけど、おじいちゃんおばあちゃん。なんで遊ばれるんですかね。やっぱ年代によって遊ぶゲームのジャンルも変わるんですかね、きっと。なんかゲームセンターさんに行くとあれですよね。どちらかというと麻雀ゲームとかオンラインで遊ばれてる方多いですよね、大人の方。私はタバコ吸いませんけど、タバコ吸いながらなんか缶コーヒー飲みながらとか、スモーとかですね、まあスモーとか言わないんですけど、黙々と遊んでいらっしゃいますけど、私も遊んだことありますけど、オンライン対戦もうプレイヤーの方が落ちるすぎてですね、勝てないですよね。まあハイパイとかにもよりますけどね。最近私も燃えろ麻雀さんっていうですね、ゴニョゴニョな、スマホアプリさん楽しいですよ、面白いですよ、お遊びしますので、よかったらそちらもですねご覧くださいませ。私ももう3000本以上動画出させていただいてますからね、
まあ、中には面白い動画もありますからね、こういうためになる動画、ためになるんですかね、多分前回の方がためになると思いますけど、遊ばれてる方。さあ、今14分38秒ですね。これ何分かかるんですかね、私もう、見切り発車みたいな感じで、こういう時こそ、あ、また、危ない、マスタースパーク。一撃、お強い、221億。やっぱり、あれですね、ゆかりちゃん攻撃してくださらなかったんですかね。44億。マスタースパークもちょっと100ぐらい上げてと。お、いいですね。これ飛んでる方はレミリアちゃんですかね。もうフランちゃんレミリアちゃんはもうラズビリーさん大好きですからね。私のライブ配信も東方好きさんの方かなりいらっしゃいますからね。アイコンがレミフラさんの方は多いですよ。今まで3人ぐらいいらっしゃいましたから。さあ、900回までクリアしました。15分37秒経過ですね。さあ、ではそろそろゲーム以外のお話もしましょうか。ゲーム以外の話、そうですね、今日の夜ご飯おでんだったんですけど、もう冬も終わって春ですけど、皆さんおでん何が好きですか？具は、私はいつもライブ時とか行ってますけど、大根とこんにゃくが大好きで、コンビニさんとかでもおでん購入するときは大体大根とおでんセットですね。まあ、他は、まあ、基本的に嫌いなものはないので何でも食べられるんですけど、何かありますかね、卵とか、あと何ですか、糸こんにゃくとか、巾着でしたっけ、なんかお餅が入ってる厚揚げの中に、とか、ガンもどき、あ、ちくわぶとか、はんぺんとかもありますね、牛すじ、あと、カラフルなお団子ですか、団子三兄弟みたいな、とかもありますよね。あ、ウインナーが入ってるのもなんかありましたね。結構ありますよね、つくねとか、種類多いですよね、おでんって。で、今ちょっとネットで調べてみたんですけど、おすすめしたいおでんの具30選っていうのを調べてみて、まあ、定番のおでんの具はですね、5選あるんですけど、1番、1つ目が大根と、やっぱこれは大根ですよね、なんといっても。で、2がこんにゃくと、もうまさに、私も皆さんと同じ感覚ですね。3がゆで卵ですから、もうパーフェクトですよ。で、4が、何ですかね。4が見えない。ちくわっぽいですね。あれ、私が調べてる記事見れない。5がはんぺん。あー、6、じゃがいも。じゃがいももありますね。じゃがいもも、見すぎるとあれですよね。ちょっと形崩れちゃいますけど、まあ、それぐらい柔らかい方が美味しいですからね。さあ、ちょっと敵さんがなかなか倒せなくなってきた。ゆかりちゃんのレベル上げて192億、まあ、これで1秒で1回攻撃してくださるから倒せますね。お、先ステージマスタースパック使いたい。やっぱりちょっとダーンと、お、1661億、お強い。さあ、今18分15秒経過ですね。まあ、これは普通に動画をなって音にしてるから普通に動画の時間で分かりますけど、なぜか私ストップウォッチ前回ドドイを持ってきちゃったから、タップだと追いつかないですね。普通に99億だから15回ぐらいタップしないといけないから、もうゆかりちゃんでいきますか。まあ、あとはマスタースパークとかもあるから上げておいた方がいいですかね。あとこちらもですよね、最高ランブも火力アップですから、仲間の方の上げておいて、この辺もちょっと上げますか。こんな感じですかね。あとは170ステージですから、目標的に25分以内ですかね、でクリアしたいですね。さあ、その間に私はちょっとゆかりちゃんに任せておいて、続きのおでんの具のおすすめですね。さあ、7位は、まあ、7位じゃないですけど、10位じゃないですけど、7つ目は人参ですか。
なんか鍋に人参で結構あまりないですけどね。たまにありますけど、8番目がトマト。あー、おでんトマトですか。まあ、トマトも温めたら美味しいですけどね。9位が椎茸。なんか、椎茸入ってるとなんか鍋っぽくなりますね。出汁が出た椎茸の。10番目が里芋と。ちょっとコインをちゃんと回収しないと。11位が牛すじ。あ、やっぱ牛すじいいですね。お肉いいですよね。12番目は手羽肉。あー、私の家ではないですね、手羽肉は。若干鍋になりますね。さあ、1070ステージまでやってまいりました。さあ、どこで使うかが悩みどころですね。マスタースパーク1100で1回使いますか。で、1100で使って、1200でも使ってゴールですかね。さあ、その前におでんの話が終わっちゃう。間に合わない。13番目は豚バラ肉と。あ、じゃあおでんっていろんなお肉あるんですね。私の中ではもう牛肉一択でしたけど、お鍋だったらまあ全種類ありますけど。さあ、行きましょう。マスタースパーク、マスタースパーク。下押せなかった。3000億もう1兆あるんですか。よって前1兆みたいですね。さあ、あともう少し、あと100ステージ。600億ですから、普通の石炭はゆかりちゃん一撃ですね。ゆかりちゃんは今、評価が 18,817% ですから。いや、もう頑張って上げてますよ。この間にもちょっと上げさせていただきますけど。ダイヤ10で評価 1% 増えますので、目指すは 99,999% と。と、残りの 1% はひらめきですね。よくわかんないですけど。アインシュタインさんじゃなくてエジソンさんだけ。発明王ですよね。で、続きのおでんの具は、14番目はウインナーと。あ、ウインナーありますね。ウインナーはもう何でも焼いても煮てもいいと。さあ、15番目、ロールキャベツ。あ、でもおでんには合いそうですね。ロールキャベツこの前食べましたけど、コンソメタイプとあとトマトスープタイプがありましたね。なるほど系は。私はトマトスープの方が好きですね。いや、おでんって何でもあるんですね。16番目、タコ。タコはないですね。イカとかタコないですね。17番がイカだから、あと、イカタコなんですか。18番、アサリ。おでんにアサリ。なかなか意外ですね。なんか関東と関西でおでんの味が違うのはお聞きしたことありますけど、関西風とか、あと愛知県とかは味噌でしたっけ。田楽は違いますか。味噌おでんですかね。いいですね。食べたいですね。また行きたいですね。愛知県にも旅行行きたいですね。19番目はカニと。おでんにカニ、豪華ですね。さあ、20番目はちょっと今読み込み中でございます。20番目はつみれ。ああ、美味しいですね。つくねとつみれ、ちょっと違いが分かりませんけど、あれですか、すり身の内容が違うんですかね。イワシのすり身を片栗粉などと合わせて作るのがつみれと。お、もうすぐ1200回。いやー、結構お時間経つの早いですね。一つの動画で25分ぐらいお遊びしてるの久々ですけど。さあ、じゃあここでザワード使ってボスを早く倒しておいて、さあ行きましょう。すべてを、健康もいきますよ。さあ、1199、2000、よし、行きましょう。ドカン、おお、すごい。いやー、お強いですね、やっぱり。スペル使うとお強い。さあ、ということで止めるの忘れてた。かかったお時間は24分14秒でした。いやー、ありがとうございます。こんな長い時間ですね。
ご覧いただきまして、残りのおでんの30銭のうちの残り8個はですね、皆さんぜひですね今度考えて教えてください。私は答え知ってますけど、ではですね今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですねたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。さあ転生して終わりましょう。では、ご視聴ですねありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。